リバティリゾート大東温泉は日本の日帰り温泉施設。1998年9月、地域産業の振興並びに市民の健康増進を呼び、福祉の向上を図るため、旧静岡県大東町により大東健康ふれあい館として設置され、2005年に大東町が旧掛川市大須賀町と新設合併し、新たに 掛川市が設置されたことに伴い、掛川市健康ふれあい館2021となった。次第に利用者の減少や老朽化が進み、多額の私費を投入して運営を継続する状況が続いたことから、民間事業者による創意工夫を活かした再建に期待し、2020年、民間譲渡が決定。2021年4月、株式会社リバティに譲渡され、同社が運営を開始。 同年4月24日からイメージを一新してリバティリゾート大東温泉に改名しリニューアルオープンした静岡県掛川市に立地する日帰り温泉施設である旧大東町が掘り当てた源泉から湧いた天然温泉を利用しているジャングルをイメージした建物の中に露天風呂や内風呂など様々な風呂が設けられているまたレストランやホテル コテージなどの併設を計画している。竹下内閣の自ら考え自ら行う地域づくり事業により、地方交付税交付対象の市町村に対して1億円が支給された。静岡県小笠郡大東町では、この交付金をもとに温泉の掘削を実施した。その結果、ナトリウム塩化物温泉の源泉を掘り当てることに成功した。これを受け、大東町では、 天然温泉の入浴施設に加えて、温水プールやグラウンドゴルフ場などを整備することとした。複合的な日帰り温泉施設として、大東健康フレアイ館が開設され、愛称として、大東温泉シートピアと命名された。1998年度、財団法人として、大東超新高校舎が設立され、大東健康フレアイ館の施設管理運営を、 受託させることになった。2005年4月1日、大東町は、旧掛川市、大須賀町と新設合併し、新たに掛川市が設置された。それに伴い、大東健康触れ合い館は、掛川市健康触れ合い館となった。また、大東町新高校舎は、財団法人である大東新高校舎となった。さらに、指定管理者制度が導入され、 2005年度より大東新興校舎が掛川試験校触れ合館の指定管理者となった。2006年度大東新興校舎が掛川試験校触れ合館の指定管理者として更新された。2008年度には大東新興校舎は旧掛川市にて同様の事業を行っていた財団法人である掛川市障害学習事業団と統合されることに なり、新たな財団法人として、掛川市生涯学習新高校舎が発足し、大東新高校舎が指定管理者を務めていた施設は、掛川市生涯学習新高校舎が引き続き、指定管理者を務めた。2011年度、掛川市生涯学習新高校舎が、掛川市健康触れあい館の指定管理者として更新された。2012年度には、 掛川市生涯学習振興公社は公益財団法人に移行している。2016年度よりユーアーズ静岡が新たな指定管理者となった。2021年1月22日から掛川市健康ふれあい館の民間譲渡に関する公募が行われ、2021年3月2日に株式会社リバティへの譲渡が発表された。 2021年4月に株式会社リバティに譲渡され、現在は同社が管理運営している。ありがとうございます。